青山さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。明日から伊勢志摩サミットが始まりますが、青山さん、どんなところ注目されてるんですか？はい、今朝はそのサミットのお話、はい、まあ、できれば時間があればそのサミット終わった後のオバマ大統領の広島訪問にも少し触れたいなと思うんですが、はい、このサミットについてこう本当はそう必要じゃないんじゃないかとか、はい、その何がいいことなのかよく見えないとか、うんうん、あるいは今回の伊勢志摩サミットも終わると間違いなく出てくる報道が具体的な成果は乏しかった、あ、目に見えるものはなかなか見つからなかったはいはい、はい、必ず出てくるんですね。出てきます。で、毎回サミットのたびにそういう言葉聞きますよね。はい、はい、これはズバリ続論です。続論っていうのはこう、まあ、一見正しそうに見えるけども本当は上っ面の話だという意味なんですけれども、これサミットは実は2つあってですね、はい、で1つが表の会議なんですね、はい、まさしく首脳会議、みんなラウンドテーブル、つまり分け隔てなく丸いテーブルに座って、まあ、仕切りは今回議長の安倍さんがやりますけれども、お互い対等に話し合うと。でテレビラジオで出てくるのはもうこういう場面、新聞もそういう場面ばっかり出てくるわけですね、はいはい、で実はこういうのはですね、役人が下準備でほとんど決めちゃうんですね、うん、そうですよね、はいはい、でこういうのをちょっと変わった言葉でシェルパーって言いまして、はい、まあ、これ半分冗談みたいな言葉なんですけど、はい、サミットっていうのは例えばエベレストに登る例えば有名な登山家、それを首脳になぞらえて言うわけですよね、はい、でこういう有名な登山家っていうのは実はかっこいいけども、重い荷物は他の人に持ってもらうことが多い、はい、で重い荷物を持つ人を例えばエベレストだったら地元の人であって、そういう人たちを現地の言葉でシェルパっていうわけですよね、はい、でこの役人の人たちをシェルパになぞらえて、はい、重い荷物を運ぶのはこの役人であって、つまりサミットの本当の会議が始まる前に大体サミットの宣言とかを詰めていってしまうわけですね、はいはい、でこれで見ると先ほど言いましたように続論が出てくるわけです。具体的な成果はなかったとか、はい、でも本当はサミットには裏の顔があって、それコーヒーブレイクなんですよ、はい、会議が休憩に入った時に、うん、まさしく首脳同士が例えば安倍さんとドイツのメルケル首相だったりが目を見て、なるべく通訳も入れないで、安倍さんも少し英語を話しますから、はい、でメルケルさんも英語うまくないけれども、なんとか共通の言葉を探して、直に話し合ったりする、こういうコーヒーブレイクが勝負なんですよね。ほうほうほう、はい、で例えばかつてフランスでリヨンサミットってありまして、はい、リヨンってパリよりもご飯が美味しいところですけれど、それは余談ですけど、ここでサミットあった時に、はい、僕はたまたま共同通信の政治部の記者で、はい、このサミット取材に行きまして、はい、で本当は記者はあんまり入ってはいけないところに何とか入ったところ、その場所は、まあ、小さな中庭だったんですけど、そこで、ビル・クリントン大統領、アメリカのですね、はい、それとドイツの当時のコール首相が2人で立って、はい、そして、コール首相は本当に英語が下手だったけれども、一生懸命ドイツの立場を本気で主張して、でやっぱクリントンさんって優しいところがあって、はい、その英語を聞き直したり、それから明らかにビル・クリントン大統領はゆっくり話してですね、はい、まあ、大きな二人がこう本当にもうほっぺたがくっつくんじゃないかってぐらい期待寄せて目の前で話してたわけです。ああ、そうですか。でそこからちょっと離れて、日本の総理、はい、当時は橋龍さんこと橋本龍太郎さんだったんですよね、はいはい、で全然加わって声とされないから、僕は実は若いただの一記者だったんですけど、総理ここに来てここに入ってくださいと大きな声で言いましてそうなんですか。でコールさんとクリントンさんがびっくりして僕を見たっていうのがよく覚えてるんですけど、へー、残念ながら橋龍さん入ってこられなくてですね、まあ、ひょっとしたら橋龍さんとっても実はテレビで見るより小柄だったから、この巨人2人の間に入りかったかもしれないけれども、これなんでこういう話をしたかというとですね、まあそうやって僕は長年実はサミット現場で見てきたんですけど、安倍総理という人は僕も例えば安倍さんの外国人労働者に対する考え方とか意見の違い多々あるんですけど、初めて自分からこういうコーヒーブレイクで他の首脳のところへどんどん入っていって、
自分で額を寄せて話するっていう初めての総理なんですよ。へえ、そうですか。これは公平に評価しないといけないと思うんですね、はいはい、でかつて中曽根総理が例えばレーガン大統領とサッチャーイギリス首相の間に入ってうんぬんって有名になったんですけど、これはっきり言うと写真撮影の時だけなんですよ。レーガンさんとサッチャーさんって世界の大立て者が写真撮影の時に真ん中に立ってた時に、そこに我が中曽根総理を割り込んでいって、はい、バッチリ写真のど真ん中に写ってですね、はい、僕もすごいなと思ったんですけど、でもコーヒーブレイクの時にそうしてたわけではなかったんですよね。安倍さんはむしろ写真撮影の時にはそういうことをしないけれども、この目に見えないところでそういうことをしている、まあ、珍しい総理なんですよね。で今回のサミットの本当の焦点というのは、まあ、テロ対策とかいろいろありますけれど、はい、それはまあすんなり一致するんですよ。テロ対策嫌だっていう首脳いないですから。あ、そうですね。問題はですね、来年以降世界経済が中国に足引っ張られてもっと悪くなるだろう、でその時にその財政出動、ちょっと硬い言葉ですけど、はいはい、要は僕たちの税金をあえて使って公共投資、それも今までの公共投資だけじゃなくて、ちゃんと物が作ったら売れるようにしましょうというようなことをやらなきゃいけない、はい、でこれにドイツのメルケル首相、それからイギリスのキャメロン首相は、はい、まあ、反対、消極的なんですよね、うん、そうですね。でこれ実はですね、安倍さんと、いやごめんなさい、安倍さんがこの事前にサミットの前にドイツやイギリス回ってこの話した報道ありましたよね、はい、で報道されてないことを言いますとね、この時ついていた日本の役人がこうなあなあで話まとめようとしたんですよ、はい、そしたら安倍さんがこの海外出張の現場でそれ断ったんです、はい、俺がサミットで決着つけるから、ほななあなあの妥協するなって言って断ったんですよね。でこれ実際にこの賢島でそれやれるかどうかが安倍さんの勝負どころになるんですけど、うん、こういうのってですね、メルケル首相やカメロン首相が分かった、そこまで言うんだったらちょっと考えようと言ってもこれ発表されないんですよ、はいはい、なんでかというとこれドイツやイギリスの内政の話ですよね。あ、そうですね、はい、でそれを外国の日本で、うん、いやこうなりましたって発表するわけにいかないんで、実は表に出てこないんですよ。ゆっくり出てくるわけですよね。あ、だからあの俗論って言ったのは、いやその宣言にこのメルケル首相やキャメロン首相の抵抗があって、宣言には財政出動はっきり出てこなかった、うん、大した成果はなかった、はい、そういうことを一種の誤報をやるなということを今朝問題提起したかったんですね。で最後30秒だけで広島のことを言いますとね、はい、ポイントは要は2つで、オバマさんが被爆者に会われるのか、はい、会われたら謝罪はせずとも、うん、まあ、追悼という形で被爆者の心にとったら、うん、実は謝罪にも見えるということをおっしゃるのか、うん、はい、実はこの2つどうも実現する方向なんですよ。あ、やっぱそうですか。実現する方向だから、オバマさんはあえて捕虜だった、日本軍の捕虜だった元のアメリカ兵を連れてくるんです、はい、これ本当おかしいんですよ、うんうん、広島、長崎で犠牲になったのは一般市民であって兵隊じゃないですから、はいはい、兵隊さん連れてくるって話がおかしいんですが、そうやってアメリカに言い訳しようとするってことは、実は謝罪じゃないけど謝罪にも聞こえる言葉があり、被爆者にも会われるっていう方向で今調整中なんですよ。最後の最後、ひっくり返るかもしれませんが、わずかな希望が今ありますね。そうですか、はい、はい、青山さんありがとうございました。ありがとうございました。独立総合研究